ブッシュトリップ、フランスの旅1レグ目を飛行します。AI トーク3ののぞみがご案内いたします。西ヨーロッパの最高峰を目指す、息を呑むような旅。フランスのワイン農園の中心部から、砂浜と牧歌的な田園地帯へ。崖際に築かれた城や畏敬の念を起こさせる峡谷を眺めながら進み、雪に覆われたピレネー山脈を探索し、荘厳なモンブランとアルプスを越える旅です。これから、ブッシュトリップ、フランスの旅、1レグ目です。ボルドー・レオニャン組閣工場を飛び立ちまして、アルカション空港に向かいます。空港を飛び立って、最初のポイント A63 号線に向かって西に飛んでください。ブッシュトリップの説明は次の通りです。フランス南西部から荘厳なアルプスの頂き、モンブランを越える旅の出発地点、ヌーベル・アキテーヌへようこそ。ボルドー・レオニャン組閣工場から離陸したら、西へ向かって A63 自動車道まで飛行を続けましょう。次のポイントは、方位274度です。地上まで300フィートです。現在の地上からの高度は211フィート、約64メートルです。次のポイントは、方位268度、距離11キロメートルです。到着まであと3分です。次のポイントは、方位267度です。到着まで、あと2分です。現在の地上からの高度は510フィート、約160メートルです。次のポイントは、方位256度、距離4キロメートルです。
地上まで300フィートです。もう少しですね。あと3キロメートルです。もうすぐ到着します。200フィート。ポイント 1A63 自動車道に到着しました。ここからこの高速道路に沿って南西に飛んでください。ブッシュトリップの説明は次の通りです。A63 号線をたどって南西へ向かいます。高速道路沿いにいくつもの小さな湖を渡るとやがて道路はアルカションジャンクションで分岐します。西へと伸びる道路に沿って進んでください。到着まであと3分です。次のポイントは方位221度です。100フィート。現在の地上からの高度は225フィート、約69メートルです。次のポイントは、方位215度、距離6キロメートルです。到着まで、あと2分です。前方、少し左、距離 0.9 キロメートル先に見えますのが、アミューズメントセンターとアクアパークです。次のポイントは方位213度です。もう少しですね。あと3キロメートルです。もうすぐ到着します。ポイント2、アルカションジャンクションに到着しました。ここからは A660 号線に沿って西に向かってください。ブッシュトリップの説明は次の通りです。道路を西へたどると、ティッシュ、鳥類保護区の木々が立ち並ぶ草地と炎症へと至ります。そこの少し先に、アルカション湾の南岸があります。現在の地上からの高度は、865フィート、約260メートルです。次のポイントは、方位278度、距離17キロメートルです。目的地まであと5分ほどで到着します。
地上まで300フィートです。200フィート。次のポイントは方位279度です。現在の地上からの高度は712フィート、約220メートルです。次のポイントは、方位281度、距離9キロメートルです。到着まで、あと3分です。到着まであと2分です。次のポイントは方位288度です。地上まで300フィートです。前方に見えますのがアルカ湘岸です。もう少しですね。あと3キロメートルです。もうすぐ到着します。現在の地上からの高度は306フィート、約93メートルです。次のポイントは、方位281度、距離2キロメートルです。ポイント3、アルカ湘岸の南岸に到着しました。ここから、さらに西に向かって、半島にあるキャップヘベ灯台を見に行きましょう。ブッシュトリップの説明は次の通りです。アルカ湘岸上空を西へ渡り、大西洋を遮る半島を目指します。進路をキャップヘベ灯台へ向けましょう。次のポイントは、
方位272度です。左側、66度の方角、距離 6.0km 先に見えます空港は、ラテスト・ドビュックです。現在の地上からの高度は、266フィート、約81メートルです。次のポイントは、方位272度、距離12キロメートルです。200フィート到着まであと3分です。前方少し右、距離 6.0km 先に見えますのが小和蔵島です。次のポイントは方位264度です。到着まであと2分です。地上まで300フィートです。現在の地上からの高度は325フィート、約99メートルです。次のポイントは、方位259度、距離5キロメートルです。もう少しですね。あと3キロメートルです。もうすぐ到着します。ポイント4、キャップフェレ灯台に到着します。灯台、近くにありますので、探してくださいね。次は、進路を南東に取り、次のポイント、ピラの大砂丘を見に行きます。ブッシュトリップの説明は、次の通りです。キャップフェレから南東へ向かい、ピラの大砂丘を目指して、水路を渡りましょう。
ポイントは方位162度です。200フィート到着まであと3分です。到着まであと2分です。現在の地上からの高度は526フィート、約160メートルです。次のポイントは、方位158度、距離5キロメートルです。前方に見えますのが、ピラノ大砂丘です。もう少しですね。あと3キロメートルです。もうすぐ到着します。次のポイントは、方位163度です。ポイント5、ピラノ大砂丘です。次は、最初の目的地、アルカション空港です。進路を東にとってください。物資トリップの説明は次の通りです。ヨーロッパで最も高い砂丘を越え、ラテスト、黒曜林の上空を東へ向かうと、最初の目的地、アルカション空港があります。現在の地上からの高度は636フィート、約190メートルです。次のポイントは、方位80度、距離7キロメートルです。到着まであと2分です。もう少しですね。あと3キロメートルです。もうすぐ到着します。物資トリップ、フランスの旅、1レグ目の目的地、アルカション空港に到着しました。この旅最初の到着空港です。どうぞ、気をつけて着陸してくださいね。
地上まで300フィートです。200フィート、音楽消しておきますね。100フィート。40、30、20、10。ボルドー・レオニャン狙撃工場を飛び立ち、アルカション空港に無事到着しました。ブッシュトリップ、フランスの旅1レグ目の完了です。お疲れ様でした。次のフライトも楽しんでいきましょうね。